今日のエンタメニュース一覧はこちら。どれも見逃せない最新情報、どこよりも早く映像でお届け。女優の佐々木希さんが31日都内で行われたイベントに出席。佐々木さんといえばアンジャッシュの渡部健さんとの熱愛も話題ですが、結婚について聞かれると、どうですかね、そればっかりはもう本当にタイミングなので、20代前半とかの時は、なんだろうな、ウェディングドレスを早く着たいとかあったんですけど、なんか結構現実的になってきてるのでタイミングです。佐々木さんのドレス姿、女性側は見たいですが、男性ファンとしてはまだ待ってくれって感じでしょうか。元モーニング娘。の福田明日香さんが今年の春に一般会社員の男性と結婚し、さらに現在妊娠していることが分かりました。所属事務所によるとこの秋出産予定だそうです。福田さんは明日香というアーティスト名でポップグループピースストーンに参加し音楽活動中ですが、ブログを通じて春に無事結婚入籍いたしました、挙式も済ませ、これから赤ちゃんを迎える準備に専念するため産休に入らせていただきますとファンに伝えています。女医でタレントの西川綾子さんが28日、美人すぎるオタク決定戦サマドルオーディションの最終選考イベントに出席。この日は歌舞伎俳優の片岡愛之助さんが女優の藤原紀香さんとの交際を宣言した日。イベント後の取材ではその話になり、腹くまってかわいそうね夏市は意外とモテますよ。結婚を迫らないし、あまり要求が多くないんで、バツイチの女性ってすごく需要があるとは思いますね。と熊切さんに経験者からのアドバイス。自身の恋愛は最近どうかと聞かれると、うちにベランダがあのブランコがあるんですよ。夜中ずっと犬と乗ってます。ギーコンギーコンギーコンって。熊切さんより西川先生の方が心配です。桃色クローバー Z が31日防災ブック東京防災キックオフイベントに出席。普段は週末ヒロインと名乗っているメンバーたち、この日は防災ヒロインと名乗っていました。日頃の防災意識について聞かれた桃田かな子さんは、正直考えなくちゃいけないと思っているけど後回しにしている自分がいて心苦しいですと苦笑い。ももクロがアピールしてくれるなら防災気をつけなきゃと思う人も増えそうですね。2016年春からの連続テレビ小説トト姉ちゃんのヒロインを女優の高畑充希さんが務めることが明らかになりました。主人公は中身は親父の親父ヒロインとのこと。表舞台では愛らしい高畑さんですが、普段からおじさん臭いと言われることが多い親父ヒロインというのはとても私らしいと笑顔で語っていました。高畑さんといえばミュージカルの経験が豊富で歌唱力が高いことも有名ですが、朝ドラのテーマ曲は別の方にお任せするようです。以上今日の芸能ニュースでした。また明日。